次は逆転持ち担当対逆転持ち担当。今はさっきは本転持ち担当対本転持ち担当です。今度目は逆転持ち担当対逆転持ち担当。その次は逆転持ち担当対本転持ち担当。これで終わり。逆転持ち担当も怪我をさせないように、特に目をポンとしたり、目をついたりしない。目以外は、まあ、ちょっとぐらい当たっても痛いか痛くないかや。あ、ごめんねで終わりやな。で、ここは狙わんように。な。はい。それで、はい。まず、逆転持ち担当。これ、構え方が昔からあんまりない。それで足はこうでもいい、こうでもいい。それは前と同じ本でも言ったかな。あんまり足は広くしない、横す左右前後も広くしない。でふわっと自然に立つ、自然体で。これ姿勢を良くして相手を見る。こういう下向いとるぞ、この頃。これやから怒られとるな。一番情報が入ってくるのはどこや。相手のことが分かるのはどこから分かる。その目が下向いとったら情報が入ってこない。だから姿勢を良く、あの相手を見る。それと姿勢が悪かったら動けない。だからちゃんと自然体でいい姿勢で相手を見る。これ前のやつも同じ、これも同じ、他のやつ全部同じパターン。変な立て方はしない。できるだけ自然体に近い立ち方。足の運びもこう出てもいいしな、こう出てもいい。下がるときもこう下がってもいいし、こう下がってもいい。まあ、ちょっと動き出したら足が広くなるかもある。けど、あくまで自然体で小さい足幅を保つようにする。これ、やっぱり前6、後ろ4、または5、5ぐらい。5対5か、前が6で後ろが4ぐらい。はい、構え方。これちょっと構え方。いわゆるこんな中途の構えがいるのがない。それで、下へ構えるのが一つ。下へ構える。と、ここから開ける。な、足反対にしても、ガラ開ける。これと、頭の方を、あ、それと、これは少しは防御がある。少しは防御がある。防御というのは受け、崩し、などがある。な、これはある程度使える。相手がそれを持ってきても、これとこれでも防御に使える。相手が素手でも、はい、はい、これで相手とついてくる。で、こうやってやったら、おい、押さえとるだけよ。動くなよ、と言うて。ほな、防御やないっしょな。攻撃しない。攻撃しないとギュッと切る。押さえたら。前の時言わなかったけど、押さえたら勝ち。切らんでいい。引いたら終わりだよ。押したら終わりだよ。わかるよ。引いたら。だから、前の時言わなかったけど、これプッと押さえたら、まあ攻撃でもない。まあ防御でもないけど、まあ防御的や。だけど、これの場合、あんまり防御がない。も
しくは防御があるとしたら、今持っているこっち側の手では防御は本当に持っておくやみたいな、ごついない。けど左手は防御や攻撃に使える、左手は防御や攻撃に使える、右手は攻撃が中心で防御はない。こっち側の場合はある程度の受け合ったね、防御にも使える、攻撃にも使える、こっちは防御にも使える、攻撃にも使える。けどこうなったら、こっちは防御、攻撃、こっちは防御ほとんどなし、攻撃中心になる。それ大きな違い。これ長い、リーチが長いよね。な、これリーチが短い。これも用意しておいてくれよ。これリーチが短い、これリーチが長い。分かん？こっち側は同じ、攻撃防御、これは攻撃防御、これは攻撃中心、リーチが長い、ごめんなさい、リーチが短い、リーチが長い。で、先生、これ用の担当、まあ、いろいろ短いやつでもいい、一尺でもいい、一尺ちょっと超えとってもいい。なき担当は一尺以下やけど、一尺ちょっとぐらい超えたぐらい担当として使える。けどこれ長いやつちょっと使いにくいな、短いぐらいの方がいい。しかもリーチは短い、これと比べたら。そういうふうなことを知っておくこと。だからこれは例えば中心線って言うたらこれなんだな、ここ中心線な。だけどこれこう持ったらもう中心線じゃない、だからこんな構え方したら中心線じゃない、中心線から開けよ、こうやってもから開けよ。特にほなこうなったら中心線を取ったらこっちがある程度両方睨んでるけど、これとこっちがから開けよ、またこう構えたらこっちは開いてる、この開いているいうことをよく覚えておいて、開いているのを利用してどないするかや、こう構えられ、こっちが開いてる、こっちはすぐ切れる、こっちは切ろうと苦労するな。これ高く覚えてもこんないやん。それでどない構えるかという話になる。この人がこの人でな、レジ短いからこっちで狙われるやつ、まだこういうのがこっちやつ多くなるな、こっちで狙われるやつ。はい、構えて、これで真ん中に仮に構えた、これここに狙われるやつ、まだ、はい、まあ、本手持ちして、はい、これとこれで先生こういうふうにやるんだ、あ、これで、はい、打ってきてみ、これとこう受けられる、はい、これそっとこうやってよくねえな、こっちへ移動せんというか、1、2という、これでこう踏まえとくからこういうふうにいくかな、こういうふうに書いて左前へ移動せんというか、はい、はい、これでもこう受けられる、はい、OK、 はい、これ逆にやられる。けど、これ、そんなこともできる。今みたいに、こちらは、防御は難しい。防御の手がない、あんまり。
けられない。これちょっと受けることができなければ、本体そのもので、まあ、逃げた。あ、受けた。これ、すごい。だから、こういうことで、やるんやったら、OK、これでな。はい。おっないよ。これでやるんやったら、OK、だから、これは、今ですね、防御の手がないことはない。これでなんとかできるいう話ではない。違う方法で防御をせんという。だから根本的に今のやつと考え方を変えていく。新しい反応、まあ似たような応用もできるけれど、考えていく。それでちょっと。まず構え方をどうするか。はい。構え方ね。こうする感じでしょう。これ、あの、中心線、やっぱり守る。こういうの考える。けど、これ、こっちがやったらこれでいろいろ受けることができたけど、受けることができないで、中心線を守る。なし、攻めることによって中心線を守っている。これ、ちょっと長い方持ってきてみ。まず、ここが弱いということを分かっておく。ここが弱いということを分かっておく。こうやっとったら、ここを狙ってきても、はい。という受け方、という受け方があるけれど。土台がここが弱い。だから、これは、はい。こうするとかね、はい。こうしたときに、さあってやって、ずっと、はい、前で飛ぶとか。そういうふうないろいろの、他のことを考えていく。あるいは、ずっと止めたり、ずっとこういうふうになってこと。な受けていいの手がないよう人だ。あるべきところになくなっているのに。だから、そういうことで考えていく。こっちが、前へ出ておくから弱い。その固定を狙われることが多い。けど、ここにしとったから言うと、やっぱこっちは入る。こう打っていて。こう打たれたら同じや。だから、ここへ置いとこうと、ここへ置いとこうと、危ない。けれど、中心線に置いとったら、ここを置いとったら攻撃の手、ないかもしれないけど、まあ一応ここに置いておくことにして、はい、これ、例えば打ってくる。そうすると、こう、はい、面打ってくる。と、こういうふうに上げられる。これやっぱり、中心線で上げていく。これ、こういうふうに切っていくんじゃない、あくまで中心線で切っていく。中心辺で切っている。けど今言ったように、リーチがすべてと同じぐらい短い。から半分、素手のつもりでいかんというかな。で、はい。はい、すごいよ。あて、あんなったんやな。あ、プレイヤーどっちさせる。あんまり素手じゃ変わらない。素手やったら。はい。ゆっくりやるよ。ガッ、はい、こう大したことはないじゃん。な。けど、これ。はい。この大したことはないじゃん。これで、パーってやって、ハッってやって、こう。ただ、これが、これ、
こないなんだかこないなんだかだけやで、こっちはこんなにそれで、一応ちょっと今やこれは防御が難しい素手と同じや素手も防御する、やりにくいだから素手と同じやリーチが短い受けがこれそのものでできないな、素手でこっちはこういうこっちで受ける感度と同じでいかんというとここが弱い素手でも、はい、こうやって考えとったら弱い、うん、弱いな、それでやっぱこっちは弱いと考えるこのけど、あれでいこうだから、こう、真ん中であれ、こうしても真ん中、まあ、これまで付き合いして交戦でいいからこれここでいい前へこれであれこれでいこうという二つの考え方で構えようよ。で、これ次、次。ほな、次、これ高さどないするねん。低い。こうするの。こうするの。まあ、これでも上げられんことはない。はい、ゆっくり。はい、ゆっくりやろう。はい。こっからの、こっからの、ってあれでいいんだ。これ、これでも、これでも、お前変わらない。いいじゃん。で、高くやっとったら横が使いやすい。な、高くやっとったら横が使いやすい。高くやっとったらちょっと短くやる。でもまあ、今回、本手持ち以上に、役手持ちは、武道として、女の子はちょっと会見用に使うぐらいで、ない。大きく使わない。で、大切。あの、ちゃんと。これ。切っ先を殺すとか何とか言ってな。はい、本当持ち。これどうする、こうするのか、そんな話はない。な。そんな話ない。な。切っ先殺すって、あれ、切っ先、下向けや。な。え、こっから。一応、それで、攻撃が始まるんやけど、こういうふうに構えよう。一応、これちょっと後ろ上げて、あるいはこう構えよう。そうそう、中心線。これが顎当て。このぐらいで構えることにしよう。いいか。で、攻撃も、まあ、他の武道でよく見るように、これでこう上げていく。のまず前提として考えよう。こう上げてきて胸とか、あるいはこう上げてきて高いな頭にこう、あるいはこっち側で、こっち側でこう上げてきて、こっち側でこう上げて、僕。よっぽど相手ちびやったら、ここ狙うともいいけど。例えば、200分みたいな高いやつ、頭突っ込んで、ごっつやる。ごっつやると、ごっつい距離が通る。こっち姿勢崩れる。それで、先生、どちらかというと、胸つきたいな。あれは、本来的には、頭を狙うと。あんまり胸つくことを言う人はいない。けど、頭突っ込むんだ。
朝まで高く上げとかとこういう感じ。君と僕と身長もないでもかなり高く上げてる。ましてや山君みたいに高かったらごっつやれていく。ごっつやれてして乱れるし距離は遠いし遅い。それで胸をつくことをすぐ頭つく。先生胸つく。胸をこういう。あと、もうこのままでこれから。な、聞いてる？こう構えてやろう。こうやって。計算ですよな。まず胸をつくことにしよう。よう覚えておけ。頭、身長が極端に小さい男やったら。な、それは頭やね。君こんな男やったら、はい、ちょっとしたら。こんな男やったら、な、魔法室。頭でもいい。頭にこんな男やった。けど、あんな男はあまりないから。大体同じぐらいか、もっと大きい。もう、原則胸と人。あれか？あと、これやった。これやった。ん？あれ？ちょっと。相手素手やったらこうかもしれん。前やると。そう。の？相手。担当とか獲物があったら後ろへ構え。あかん。相手が素手やったらこう狙われへんから。前出しとったらいいや。こう前出しとったら早い。あ、これでこうやってこっち引きつけとるっていう。こちらをわーって行ってるこうさ。けど、獲物担当でもいい。刀でもいい。持たれたら後ろにする。刀に対してはこうする。担当に対してもああする。刀に対してはこうする。担当に対してはこうする。みんなこっちは後ろ。相手が素手やったらこうする。相手が素手やったらこうする。別にこっちは悪いことないけどな。こうしている。それで、ちょっとそれの詳しい話を思わせんといかないけど、話かなり脱線し始めるから、これからこうする。な、まあ身長も同じぐらいとしてな、高い人とちょっと調整、中心線。基本的にどんな攻撃に入るか、ちょっと基本的に相手が、まあ、一応抵抗しないとしてよ。こうしてる。で、間合いも、こんだけ離れたら、届くか。しんどいな、一歩で入れる。一歩で来てみ。ということでな、今の本手持ちたい本手持ちと、逆手持ちたい逆手持ちでは、間合いが小さいの。これも一歩で切れるところでの間合いや。ほな、もっと小さくなるな。これやったら、かろうじて一歩で切れる。これやったら、な、かろうじて一歩で切れる。これが標準間合い。今さっきの本手持ちと本手持ちの間合い、逆手持ちと本手持ちの、逆手持ちの間合い。違ういうことを覚えてるじゃん。こちらも小さい。はい。それで次、そのこれから、ちょっともうこちらちょっと仮に前で稽古しようかな。ほんまはこれでもいいんだけど。はい、これでもいいんだけど。はい。これで、はい。足を首狙うとき、目狙うとき、こうある。狙うとき、こうはしない。遅いということだよ。前が空きすぎ、あるいは空いた時間が長い。したがって、こっから両方真ん中だよ。こっからこう上げていく。こうする。ちょっと
さあ、はい、これはね、小さくこれをシューッと、こうしない切りすぎ、なんでこんなとこまで引っ張ってくるんじゃないかな。だからこれこうしてこうした方がいい。ここにここにだからこれ小さく斬新連続、僕がゆっくり言うと小さく斬新がある連続があるからこう、まさに斬新がある連続があるからこう、そうです。これ目と首との攻撃に使う。もう一回早ゆっくりやるぞ。はい、このぐらいでもいいから首、それでそんなことしよったらこの左手が上がっていく、こうきゅな、そこで左手の仕事がファーッとゆっくりやると、これ同時に押さえる。この人もな、うん。この範囲で、この範囲でこれじゃないよね。この迎えるというか中心線だから。な、そうゆっくりしてみよう。君もな。さっきやられる可能性は左手はそのどこや。だからこれな、こうして中心線で上げるときもこういくん、だんだん押さえてこうする。あとこれを押さえるのちょっと目やんだけど首で早いところな、必ず押さえて中心これで、横から中心こう、ここが上がっていく、こんなけが目狙わないからな。はい、おりゃーってこうなった。ここだから首刺せ。首を切って首を刺す。こう。な、ここをその間殺しとく。もう一回言うと。はい、軽く殺した。だんだん。こっちはそんなに強い力じゃない。こっちはずっとこうだ。ゆっくり下ろすと間に手がやってこうだ。な、これを殺す。前は刀で殺すよ。そう言ったな。この上は手で殺す。なんで手を殺すか。前が狭い。小さい。前が狭いから左手がつく。届く。だから左手がここで働き出す。な、マイナスは遠い。ちゃんとやったわけで手続く。だからこれもう手をさっと届く。まずな、これ早い感じなんで、ゆっくりやった。はい。とか危ない、はい、危なくないようにやるけど、そう。もう終わり。これで終わり。もう二回でしたら、多分これで終わり。その間動けなくこれ下から上げようとしても横から行こうとしても振りかぶってこうしようとしても全部殺しちゃう。何でも言ってくれ、これでザッ、はい、
それが目切り、首切りで、逆転持ちのやり方、わかりますか？目切り、首切りは下から上げる、ちょっと遅い。だから、はい、こう上げた時にもうこれ上げてきておかないと、どういうか、この同時のやつを出さないようにしてください。はい、ああいうふうに小さい、小さくいかんといかんいうことは分かりましたね。でな、これ下から切り上げるも、まあここを切り上げてもあまり致命傷じゃないし、骨がさすがブシューッと切れるけれど、顔を切るのと全然違う。だから切り上げるときは顔を切りたい。顔の方がここよりちょっと前へ出ている。けれど大体こう切ってから、こういうボーナスにこっちやからちょっと遅くなるけれど、胸切っても、まあ胸切って顔を切るようになった、そういうことでも下の狙いは顔にある。下の狙いは顔にある。それで、まあ、はい、こう切ったら、こう切っていったら、手もこう上げてきよう。下手したら、はい、これ。それで、ゆっくりすると、ちょっとこっち気味。ほとんど回したいけど、ちょっとこっち気味。これで邪魔せんよ。はい。これも、はい、行さん上げすぎるな、はい、ゆっくりな、ここで終わり。下の方で切ったら終わり。今、君は危ないからこうやってやったけど、上げる暇がないぐらいに早く鼻までじわっと切っちゃう。ちょっと危ないから手前であげるけれど、こうしてゆっくりの、こんな、ここよと、今全部ここよ、これ言うてよ、ここやるないで、ここをやれね、身長もない、ここちょっと高い、極端に低ければ頭でもいい。時間ですよ。はい、これで、ちょっと今日の下から上へ行くという話は途中なんだから、この続きは次の時にしよう。な、今日はこの横の話をね、下からじゃないと途中まで行ったからな、覚えておいてな、そこまで行ったいってな、逆手持ちと逆手持ちのこれは終わって次これやる、な、これが終わって次これやということを覚えておいて、はい、終わろう。